僕は静かに廊下を歩いた。真っ白な壁とかすかな薬の匂いでいつも通りの病院だった。部屋を見つけた時にドアの前でしばらく止まった。内側から静かな声が聞こえたような気がした。僕はドアを開けた。部屋に入ると弟の笑顔と会えた。僕の弟は生まれてから病弱で、他の子供たちのように外で遊べなかった。体が弱くて何回も病院に入院しなければならなかった。最近具合が悪くなっていたのに、いつも通りの元気な顔をしていた。弟を心配しているから、具合はどうかと、欲しいものがあるかと聞いた。そして部屋の寒さについてブツブツ言った。いつもと同じ、弟が子供扱いをしないでって言った。そして頭を少し右に向けて、新しい友達を作って僕が入ってくるまで話し合っていたと笑顔で言った。部屋を見回したけど誰もいなかった。僕は何かが見えるように目を凝らしたけど、全然誰もいなかった。でもびっくりしなかった。これはいつも通りのことだ。ぎっこちない笑顔でベッドの隣に座って、その新しい友達について聞いた。その話を聞くと、突然後ろから強い風を感じた。後ろを見ると窓がちゃんと閉まっていることを確認した。想像だけだと思って弟の話を続けさせた。ある日、アルバイト中病院から電話が来た。今君の弟は具合が急に悪くなって危篤状態になりました。病院に到着すると、まっすぐに弟の部屋に向かった。部屋を出たばかりの看護師さんから、弟は小康状態で寝ていると聞いて少し安心した。僕は静かにドアを開けて暗い部屋に入った。弟の平和な寝顔を見て涙が出始めるのを感じた。弟の顔を触ろうと手を伸ばした。その瞬間、後ろから強い風を感じた。僕はすぐに向きを変えると、そこには何もいなかった。先日と同じだと思ったが、なんだか感じが違う。どこかから誰かが僕のことを見つめているのを感じて、何も見えないけど何かがいると分かった。沈黙で数秒が過ぎた。深呼吸をして一歩を前に進んだ。そしてその暗い部屋にひざまずいて、弟を連れ去らないでください。日が経つにつれて僕の体がだんだん弱くなっているのを感じていた。頭がクラクラして時々息が苦しかった。何が起きたかわからなくて、周りにいる人に心配をかけたくなかったから何も言わなかった。その一方、弟の状態はくしくも改善してきた。看護師さんと医者さんもその理由がわからなかったが、そろそろ退院できると言った。今度弟と話し合った時に一連の席で途切れた。弟の心配している顔を見たが、最後の記憶は床に倒れてしまったことだった。目が覚めると慣れた薬の匂いから自分が病院にいるとすぐに分かった。体が重くて動かなかった。右側を見ると知らない人がいた。少し視線を下げると、その人の足は床に触れていないことに気づいた。もともと弟を連れて行くことになっていて、彼の代わりに
僕を連れて行くことに決めたとあの子が言った。声は出られなかったが、わかるという意味でうなずいた。そして弟の健康的な生活のために目をつぶった。